せーの、こんにちは、ゆいなです。ゆきです。こんにちは、ゆきです。くら寿司来ました。くら寿司頼もう、普通に。上のレーンで来ると思う。上のレーンってなんか、あ、こっちに、うん、今日くら寿司に来たのは、今くら寿司とミーティーイスビルがコラボかな、なんかイベントやってて、あのビッグラポンがミーティーイスビルなんだよね、まあ、当たるか分かんないんですけど、ちょっとやってみようということで来ました。キャンペーン、こっちか、ビッグラポン。そうだね、なんかこメニューもあるっぽいけど、てかやばい、食べたいもん多すぎる。私さ、食べたいもん多すぎる。ベビー袋になれる可能性が。今回転寿司ってこんななんかハイテクなんだね。楽しいんだけど、どうしよう。悲しくなってきちゃった。とりあえずビッグラポン引くために5皿食べないと引けないので、ね、とりあえず5皿は食べます。お姉さんも食べる。やばい、ちょっとやばい、回転寿司に来たことなさすぎて、やり方が分かりません。焼きハラスも取りたい。ちょっと待って、何をクッとしてるんだよ。どこ、あの、ね、普通にあの唯一コンでクッてやると、パカッ浮かせるってこと、うん、こんなになんか戸惑うと思わなかったね。こんなに真剣にここ見なきゃいけないの。これもそれ違うんじゃない。いけた。あ、カウントされてるわ。すごい。これで発見の出てこないじゃん。うん、そういうことね。250円のうち2皿パンで買う。いきますよ。今日これ毎回違うの。あ、負けました。負けてるじゃん。あれ、めちゃ早くなってるけど。おい、勝つ見込み全然ないやん。なんかさ、何かしら一回ぐらいね、そうっていう気持ちある。見に行ってもいいから。なんならさ、1000円も行かずにお腹がいっぱいになる。1000円ぐらい。あ、行ってないか。そっか、2人でだもんね。あ、そうだね。すごくない。すごくない。回転して会員感動してるわ。やばい、すごいじゃん。だってさ、580円でビッグラップについてもおかしくない。この子が勝つ未来見えないんだけど、私も。あれ、勝ったんじゃない。あれ、勝ったじゃん。じゃん。イエーイ。おレナ、たダーン。出ました。はい。なんかね、それ押さなきゃいけないって。押さなきゃいけないだって。押さなきゃいけないって。回しても取れないらしい。あれ？押さなきゃいけないって。あ、そういうこと？あ、爪割れない。大丈夫。もう見えてんだけどさ。あ、行きました。あるぜー。あ、でも全員のもあるんだ、これ。あ、叩いちゃった。とりあえず1個は引けた。1個引けたね。ちょっと楽しかったね。もうね、心は満たされた。はい。なんか新しい。何これ。終わったね。終わったね。
れなちゃん感想。感想？回転寿司楽しいね。楽しいよね。楽しい。楽しかったよね。うん、今度から原宿でさあれじゃない？アミカツするときの夜ご飯のくら寿司でいいじゃない？あり。え、なんかすごくない？安くない？安い。そして20だから2500円か。2人で2500円。安いよね。うん、え、結構お腹いっぱいじゃないの。すごいです。そして1個ね、4分の1ね、4分の1引けたからね。確率が高いのか低いのか、まあ、よくわかんないけど、まあ1回引けたからいいでしょ。まあ楽しい経験でした。人生経験、回転寿司デビュー。遅咲きだな。